はこんばんは。ココアートチャンネルのココです。動画をご覧いただきありがとうございます。アップロードはちょっと空いてしまったと思うんですけれども、撮影自体は以前ご紹介したある公爵夫人の生涯、この映画を紹介した後そのまま紹介しています。今日紹介するのはこちら。ちょっとすごいパッケージで段ボールのカバーに入ってるんですけど、すごい高かったの。5500円したんですよ。映画のタイトルは藤田、ほうじたと書いて藤田。ご存知の方も多いと思います。私もたくさん影響を受けててとても尊敬する藤田嗣治、レオナール藤田を描いた、そんな映画になっています。ココアートチャンネル。ものすごい豪華なんですよこれ。まず DVD 以外に本がついてるんです。小栗浩平コレクションと書いてるんですけど、監督が小栗浩平さんということなんですけれども、見てください。もうちょっとした一冊の本がついてるんですね。対談とか日本人が経験したこととか、静かな藤田とかいろいろなことが書いてるんですけれども、私まだちょっとこの本は読んでないんですけれども、一言で言ってしまったらとっても抽象的な、まるで絵画を見てるようなそんな映画でした。以前にマーガレット・キーンを描いたビッグアイズをご紹介したと思います。画家の映画で紹介したのはそのぐらいだと思うんですけど、あのビッグアイズはマーガレット・キーンの生涯を映画を見れば大体わかるようなそんな内容だったと思うんですけど、これは藤田嗣治のことを全く知らない人が見ても、藤田嗣治がどんな人間だったのかっていうことはあまりわからないような、そこまで藤田嗣治、レオナール藤田の生涯を描いた映画ではないということは言えます。なので私がおすすめするのは、藤田嗣治、レオナール藤田を知って知ってる人、またはレオナール藤田の作品を好きな人が見るといいかもしれません。画家の生涯の映画というよりは、藤田嗣治を知ってる人が見た時に、藤田嗣治にはこういう面があったのか、あ、戦争の時はこういうことがあったのかみたいな感じなんです。今まで語られなかったレオナール藤田や藤田嗣治、物語も時系列ではなくてもうポン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 進んでいく感じです。いつの間にか年月が経ってたみたいな、そんな感じなんですけど、フランスと日本が合作して作っただけあって、どちらかというと本当にフランス映画に近いような、あの黒沢映画にもちょっと近いような、ストーリーそのものも本当にあまりもう本当にわからないっていうような、本当に抽象映画というかフランス映画みたいな、そんな感じなんですけど、ところどころに本当に女性の裸体がいっぱい出てくるんですよ。いろいろなものがちょっと見えすぎるぐらい見えてるような、本当にそんな映画でした。ただ映像と音楽は素晴らしかったです。光と影のコントラストとか、闇の中にポッと人が浮き上がるような、本当に息を飲むような、どうやって撮影してるんだろうっていうような瞬間をいっぱいありました。場面場面を一時停止してそのまま家に飾りたいって、一つ一つが全部絵画のような、そんな映画だと言っても過言ではないと思います。ただ本当に賛否はいっぱいありました。この映画に関しては本当に賛否はありました。藤田嗣治の電気映画を期待して見た人はちょっと肩透かしだったって、そういう声も本当にたくさんあります。なのでこれは藤田嗣治、レオナール藤田の電気映画ではありません。最初に言ったように、藤田嗣治を全部ある程度分かった人が見た時に、あ、そうだったのかっていう場面があったりとか、光と影の演出とか映像美とか音楽と映像のバランスとか、そういうところが本当にいいなって。でもせっかくこの映画をご紹介したので、ちょっと藤田嗣治、レオナール藤田についてご紹介したいと思います。この動画を見てから藤田嗣治が大体どんな人なのか見て、それからこの映画を見られたらいいかもしれません。藤田嗣治は1886年に生まれました。なんと第一次世界大戦より前にフランスに渡って、フランスのパリで画家生活を続けていたんです。主なモチーフは猫と女性が多い画家でした。それではここで少し藤田嗣治の生涯に関してざっとご説明したいと思います。主観とか思い込みが入ってはいけないので、ちょっとウィキペディアを参考にして少しご紹介したいと思います。レオナール藤田が画面にベビーパウダーを使って
あの独特の乳白色の肌を生み出した背景にはどういう歴史があったのか、なぜ藤田嗣治からレオナール藤田になったのか、軽くご紹介したいと思います。もっと詳しく知りたくなった方はぜひ下の説明欄に藤田嗣治に関するいろいろなリンクを貼っておきます。よろしければそちらをご覧ください。藤田は子供の頃から絵を描き始める。父の転勤に伴い7歳から11歳まで熊本市で過ごしました。中学高校を卒業する頃にはもう画家としてフランスに留学したいという希望が出てきていたそうです。1905年に東京美術学校、現在の東京芸術大学美術学部に入学します。しかし当時はだんだん美術という言葉が出てきて画壇が幅を利かせてた時代なので、いわゆる印象派、そして写実主義がもてはやされていたんです。もう本当に写真のように忠実に描く、または印象派のような作品、そういうものが主流とされていたので、藤田嗣治の作風は不評で成績はあまり良くなかったということです。そこで藤田は表面的な技法ばかりの授業、美術教育に失望し、それ以外の部分で精力的に活動します。観劇や旅行、同級生らと授業を抜け出して吉原遊郭などにも通ったそうです。そしてパリに渡ったのが1913年です。パリのモンパルナスに住みました。当時のモンパルナス界隈は町外れの新興地に過ぎず、家賃の安さで芸術家、特に画家が多く暮らしていたそうです。パリではすでにキュビズムやシュールレアリスム、素朴派など新しい20世紀絵画が登場しており、日本で黒田清輝の印象派絵画こそが洋画だと教えられてきた藤田は大きな衝撃を受けたそうです。フランスに来て絵画ってもっと自由でいいんだって、アートってもっといろいろあっていいんだって、そういうことに気づいてどん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 アートの魅力にのめり込んでいく、そういうところがあったかもしれません。1914年、パリの生活を始めてわずか1年後第一次世界大戦が勃発。日本からの送金が途絶え、生活は困窮した。戦時下のパリでは絵が売れず食事にも困り、寒さのあまり描いていた絵を燃やし暖を取ったこともあった。ずっとフランスにいたようなイメージの藤田嗣治なんですけれども、1931年に一度南アメリカに渡っています。そのアメリカでした個展が大絶賛されたようなんですね。その後1933年に南アメリカから日本に帰国、1935年25歳年下の君代と出会い一目惚れして、翌年5度目の結婚をしています。もう何者の人と結婚してるんですよね、藤田さんは。その後再びパリに戻りましたが、同年9月には第二次世界大戦が勃発。翌年ドイツにパリが占領される直前にパリを離れ、再度日本に帰国することを余儀なくされた。その後太平洋戦争に突入し、日本において陸軍美術協会理事長に就任することになりました。戦争画の制作を手掛け、南部などの戦地を訪問しつつ作品を描いたそうです。このような振る舞いが終戦後の連合国軍占領下の日本において戦争協力者と批判されることになります。また陸軍美術協会理事長という立場もあったことから、一時は GHQ からも聴取を受けるべく身を追われることとなり、千葉県内の味噌醸造業者のもとに隠れていたこともあったそうです。戦争になったらなったで戦争画を描けと言われて、当時その美術協会の理事長になるといろいろな責任を負わされるから、誰もやりたがらない理事長に祭り上げられて戦争画を描かされて、そして戦争が終わったらその責任を負わされて、藤田は国賊とまで呼ばれたことがあったんですね。そのことに嫌気がさして、藤田は日本を捨ててパリで生涯を終えることになるんです。よく中には藤田は日本を捨てた画家だっていう風な感じで批判する人もいるんですけれども、私から見たら全然逆で、日本が藤田を捨てたんですね。自分が描きたくて描いた絵じゃないのに戦争ということで描かされて、それで責任を負わされて国賊とまで呼ばれて、本当にひどかったんだなって。当時の美術界って本当に真っ黒だったんだなって。誰一人藤田を助ける人はいなかったのかなって、誰一人藤田をかばう人はいなかったのかなって、そういう腹立たしさが出てくるような、そんな思いさえするんですけれども、なので藤田が日本を捨てたんじゃないんです。日本の美術界が藤田を切ったんです、捨てたんです。その藤田が今度は逆輸入で、今は日本ではとても価値が出てきて、日本人が最もコレクションしたい絵画と言われるまでになったと思うんですけど、本当に日本の美術界は勝手だなって、私が藤田の子孫だったらまず最初に謝ってって言いたくなるような、そういう仕打ちを受けて本当に辛かっただろうなって。この前ラジオで当時の藤田の音声が出てきたりとか、今研究でいろいろなことが分かってきてて本当に興味深いんですけれども、私が今回なぜウィキペディアをちょっと読んだかという
言うと、もう本当に藤田嗣治さんのことを尊敬しすぎてて、自分の感情論になってしまいそうでちょっと怖いので、ちょっとウィキペディアで冷静に藤田の歴史を少しお話ししました。本当に藤田嗣治のことを語ろうと思ったら1本の動画の時間では足りないぐらい本当に深い、そんな生涯を送られているんですけれども、ちょっとここで映画の話に戻ると、なのでこれらのことを知った上でこの映画を見たらとってもいいと思います。なんか叙情的で、一本の絵画を見てるような、動くアートを見てるような、そういう作品だと思うんですね。本当にフランス映画のような、そんな感じなんですけど、藤田の伝記かなと思ってそれを期待してみると、結局何だったかわからないみたいな、そんな感じになると思います。藤田嗣治のファンの方とか、藤田嗣治のコレクターさんが見た時に、藤田にはこんな一面もあったのかって、あとなんか辛い思いばかりしてたのかなと思ったら、パリでは本当にたくさん必要とされて、結局最後まで日本に帰ることはなかった、そんな藤田嗣治だけれども、本当にパリではちゃんと評価されて、パリの人たちには大切に大切に扱われて、今も当時のアトリエが残っていたりとか、藤田が描いた教会が残っていたりとか、今でもパリでは本当に大切に大切にされています。フランス人で藤田嗣治、レオナール藤田を知らない人はいないというくらい、フランスでは超有名人です。そしてフランス人の中でこんな素敵な芸術家がいる国だから、本当に素敵な国なんだろうなって、日本の評価を高めてるような、そんな画家でもあると思います。本当に日本の美術協会にひどい目に遭わされたのに、それに対して何か仕返しをしたりとか報復をしたりとか、そういうことじゃなくて、私は日本で必要とされないんだったらもう海外で暮らしていく、そしてそこで自分の居場所を作るって方向転換をして、自分の居場所を見つけて一生絵を描き続けた、本当に尊敬できるなって。それと同時に、日本の美術界って結局当時と何も変わってないのかなって、ちょっと残念な思いするところもあるんですけれども、そろそろ日本の美術教育、日本の美術界変わってほしいなって、未だに女性の画家のことを女流画家というような、そういう絵の世界は私はちょっとダメなんじゃないかなって、特に日本で絵というとまだまだデパートが主流だと思うんですけれども、そうじゃなくて、もっともっとアートって自由なんだよって、もっとアートって自由で多様なんだよって、そういうことが広まって、いろんなアートの形がそれぞれにちゃんと認められて、それぞれのアーティストの居場所がちゃんとあるような、そういう業界になったらいいなと思っています。私も本当に微力ですけれども、これからもこのココアートチャンネル、そしてメインチャンネルの方でアートの裾野が広がるような、そんな動画をお届けできたらなって思います。本当に一本の動画では全然藤田の魅力語りきれてないんです。全然なの。この YouTube とかネット上には藤田嗣治のこといろいろあります。この動画で藤田嗣治ってどんな人なの、レオナール藤田もっと知ってみたい、そう思った方はぜひ説明欄にもいろいろ貼っておきます。ぜひ知ってください。そして藤田嗣治、レオナール藤田がちょっと分かったところでこの映画を見てください。映画自体は本当に美しいです。クオリティがすごいです。まるで動く芸術を見てるような、そんな映画です。でも女性ヌードがたくさん出てくるので大人の映画です。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ここはチャンネル。